江本同省明治15年7月21日は、江戸時代末期の江戸幕府旗本。官名は、津島守。通称は、通る蔵。意味名は、同省。旧姓は高林。養父は江本林江門。文久3年に、一橋や目付となり、慶応2年には、徳川義信の徳川家相続に尽力し、同年8月に、幕府目付。 同4年1月、吉信の江戸期間に同行し、8月には、旧幕艦隊で江戸を脱して、江戸地に渡り、函館政府では会計奉行に任せられる。明治2年5月に降伏し、近親後の同3年3月に、静岡藩駅山、翌明治3年には開拓市に出資した。勝海舟の日記には次のような記述がある。松平艦太郎を聞く、今井信を、 旧門に突き去る、宇野くれ、京都において、坂下龍馬暗殺は、佐々木忠三郎を首として、信夫杯の矢から、乱入という。もっとも佐々木も上よりの指図これあるにつき、巨字、あるいは江本津島の霊か、知るべからずと云々。この記述が、芝龍太郎の小説、龍馬が行くの後書きで、江本津島が、大宮事件の黒幕家として引用されたこともあって、 榎本堂小黒幕説が広く流布された。しかし、回収日記の記述は、坂本龍馬とは旧知の間柄で、大宮事件当時は、大目付であった松平勘太郎が、佐々木愛前による暗殺は、上からの指図によるものだろうが、その指図をしたのが何者かわからない。自分の家領である榎本津島が関与しているかどうかも、わからないと述べた言葉をそのまま書き留めたものであり。 芝の引用は不正確であることに注意が必要である。ありがとうございます。